ちは。クミコズキッチン、お久しぶりです。今回はじゃん、えのき、食物繊維、そしてわかめのナムルをご紹介します。高タンパク低脂肪ではないんですけども、高タンパク低脂肪を食に付け合わせで食物繊維 と、海藻ですね、それを、こう一品として加えていただけたらいいかなと思います。それでは行ってみよう。はい。